ありがとう、あんちゃん。それじゃあ、日曜日はよろしくね。うん、私も楽しみにしてるね。日曜日に小羽とはるかとみのりちゃんとお出かけか。みのりちゃんとはこの間のファンフェスタで会ったっきりだったよね。はるかとも誕生日のお祝いして以来だし、本当に楽しみ。ただいま。まあね、父さんすぐに手伝いに入るね。お、ずいぶんと機嫌がいいな。いいことでもあったのか？実は今度の日曜日デートするんだ。デート？ん？なんでみんなまでそんなに驚いてるの？まあ別に驚くことでもないさ。そりゃあな、ちょっと考えりゃわかるだろう。あんなに可愛い相棒の嬢ちゃんがいるんだしな。ちぇ、全然驚かないと思ったらバレてたのか。当たり前だろ、娘のことだしな。それよりすぐ手伝ってくれるんじゃなかったのか？はーい。おはよう。あ、そういえばアキトたちに日曜日遊びに行く話まだしてないな。アキト、トウヤ、おはよう。ちょっと話したいことがあるんだけど、いい？おう、なんだ？今日の練習のことか。ブブー。実は私ね、今度の休みデートするんだ。ああ、小羽とか。あずさはとだろうな。まあ楽しんでこいよ。え、あれ、ちょっと。ああ、たまの息抜きは必要だからな。ひょっとして相手が小羽だって気づいてる？ん？ああ、そうだな。つうか他に誰がいるんだよ。父さんといい、あんたたちといい、つまんないの。俺たちに何を期待してんだ。お、あんに弟くんにトウヤくんじゃん。おはよう。あ、おはよう、みずき。おう、遅刻じゃねえ時間に来るなんて珍しいな。ふっふっふ、偉いでしょう。で、三人で楽しそうに何を話してたの？あ、実はさ、私、今度の日曜日にデートするの。あ、小羽ちゃんか。いいね、このリア充。え？なんで水木まで一瞬で分かっちゃうわけ？え、逆に聞くけど、なんでわからないと思ったの？なんでって言われても。あれだけ小羽小羽って言ってるんだから、すぐわかるのも当然でしょう。それだけみんな、二人が仲がいいってことを知ってるってことだし、いいんじゃないの？確かに。じゃあ、俺ら教室に行くからな。また放課後に。
あ、うん、また後で。嬉しいような、なんか釈然としないような。いいからいいから、僕たちも教室行こうよ。